はい、えー、皆さん、こんにちは。青ジャージマンの中の人です。はい。えっ、ー、とね、もっと安いヘルメットでもやってみてほしいっていうリクエストがありましたね。はい。実はあるんですよ。これ。あのー、これはね、どっちかっていうと昔の交番勤務のおばりさんとか、あとあのー、郵便局とか、あとあのー、銀行の外回りとかあ、そういう人たちの、要は、 あの使ってたコスト重視の安いやつです、ねはい、今でも郵便局ではまだ使ってるのかなと思うんですけどもあのねこれでやってみてもいいんですけど一応ね 125cc 以下のものなんですよねであの VFR7 版はあの大型なのでまあちょっとこれでやるっていうのはまあやったとしても別にあの交通違反ではないんですけども、うん、あんま合わないかなと思ってますねだから あのうち、優勢、優勢株があるので、優勢株に乗るときにやってもいいかなと思います。優勢株の方はさ、別に僕、コレクションで持ってるだけだから、別にあれでなんかしようとか、そういうつもりないんですよ。 だからね、逆にその、ね、郵便局に間違えられちゃうとさ、あのそっちはちょっとご迷惑をおかけしてしまうので、なんか郵便局にはちょっと到底見えないようなものをつけて走ろうかなって思ってます。はい。まあ何かそれで、あの、郵政株で、えー、面白い使い方がね、あるよっていうのが、なんか、あの、アイデアがあれば逆に欲しいです。はい。 まあ、あれであの、ほら、株プロで14インチだからあの、雪が降ったらチェーン巻いて走ってみて、であ、郵便局は大変だなっていうのを自分で体感してみたいとか、あのだからチェーンとかも買ってあるんだけどね、あのそういう思って、えー、あるんですけど、でもそれやるとしてもね、このヘルメットじゃなくて、ちゃんとした、転倒したら嫌だからね、フルフェイスかぶんじゃないのかと、えー、思います。はい。というようなあことをちょっと考えたりとかしますね。はい。 で、えっ、ー、と、まあ、そういった、あのー、ね、えー、まあ、公安関係とかそういうところとか、全く関係ない、えー、全く関係ない独自のアイデアでやっている、えー、青ジャージマン企画なんですけれども、あのー、非常にね、えー、あのー、まあ、コメント欄もそうだけど、えっ、ー、とね、時々、ほんとね、あのほとんどの人がで、ね、笑ってくれてて。 やってよかったなと思ってるしあの我が地元にも来てくれとかあの是非見かけたら手を振りますとかねそういうあの温かなメッセージがたくさんあって,て、えー、非常にこう嬉しいんですけどもあの時々やっぱ非常にこう暴力的なコメントありますよね。で大体そういう人たちはね文章が汚いであの文章が汚いかなぜかねこれね よくわかんないけどね、関西弁で書いてくる人が多い、多く見られるような気がするんだよね。これ、気のせいかな、あのな,な,んなんとかやろうとか、なんか、その、関西系の言葉で、この人が本当に関西人かどうかわからないんだけど、あのなんか書,書く人がね、多いのがお、多く見られる気がするんだけど、これ、不思議だよね。 なんでその粗暴に人に文句を言おうとすると関西弁になるんだろうっていうところがねあのだからそれはその方がその語気が強まるからやってるのかそれともその人が本当に関西人なのかそこまでは確認できないんだけどなぜねなぜ東北弁ではないんですかなぜ内な内な口ではないんですかっていうであのそういうのをねすごいこう。 気になりますよね。まああのー、なんだっけえー、っと「メゴさすぞ」とかあの書いてもらいたいんだけど <laughs> あのそういうことは書いてないよね東北弁で東北の言葉でこう書いてあったりとかそれもないじゃんなぜか関西弁なんだよこれすごい不思議なんだよね誰か説明してほしい なぜ東北弁ではないんだと、ね、北陸とかさあとあのー、ね四国とかさ、まあ、九州とかもそうだけどあのなぜあの熊本弁ではないのかなんとかだばいみたいなことなんて書いてないのかとかねあのすごくすごく気になる、ね、あのなんかそれ,それはあかんやろとか書く人が多いんですけどなんかそれを。 あのー、なんか、二宮さん、いけんとか、なんでそういうふうに書かないのかなって思うんだよね。うん。なんか、不思議だよね。なんか、そ、あのー、例えば、中身はどうでもいいけどさ、プロフィールアカウントの写真が女の子でさ、あの、二宮さん、そんな、そんな、いけんみたいなこと書いてあったら、文章あったら、なんか、ちょっと、可愛いよね。なんか、あのー、言うこと聞きたくなっちゃうよね。そんなんが書いてあるとね。はい。 それもすごい思うしあとはまあ普通にその乱暴な,、ね、あのなんか迷惑だとかそのあのふざけんなみたいなことを書いている人のプロフィールとかをじっと見てみるんですけどもまあ何ていうかこうあこういう人たちなんだなっていうのがねすごくよく分かります。だからあの格好を見てその驚いちゃうビクビクしてしまうあのふざけんなって思ってしまうっていうのはやっぱりなんか問題がある人があのほぼ全員ですね。 ね、やっぱりそうなんだなってこういう人たちの運転っていうのはおそらくは危険だろうしそういう人たちが一瞬でもびっくりしてペースを落としてしまうっていうことはその一瞬ペースを落とした瞬間そのもので救われる命がきっとあっただろうなっていうふうに僕は思うのであのあやっぱり抑止ってちゃんとできてるんだなすごいわって思いましたね、まあ、なんで青い服で抑止できてるのか、はい、本当によくわかりませんはい本当によくわかんないあのだってさ 昨日からおとといからやったやつなんてさあれエクスターだからね鈴木のエクスターの T シャツだよ、ね、であ,のあ,あんな鮮烈な青い服の、あのー、を,を着ているですね、あのー、公共の組織なんかないから、ね、よく見てもらいたい全然違うから、はい、でもただ青いっていうだけで青ければ青いほどあの反射体とヘルメットと立ち方だけでものすごい防犯効果があるっていうのはねびっくり。 本当にいやそこまでいや人間の感覚とかセンスとかね思い込みっていうのは結構適当なもんなのはよくわかるんだけどいやあそこまでそのはは崩れていってもうあの一通りの効果があるんだなっていうねあの驚きましたよねはいであともう一つなんですけどやっぱねあの X ってオワコンだな本当に前から X というオワコンのとか散々言ってるけど X はね まあ昔からやってる人がちょっとまだその一生懸命やってるっていうのはねあるもう僕もそうだとそうだしあのあると思うんですけどもなんかねあの特に X になってからもそうなんだけどあのー、なんつうの、あのー、やっちゃいけないことをや 言っちゃいけない人に、人に対して言ってはいけないことっていうのってある,あるじゃない特に見ず知らずの人に対して。で、当然それでさ、あの逮捕されたりとか、裁判になった人ってとか大勢いるし、もう散々ニュースになってるわけでしょにもかか,かかわらず、僕に殺害予告をしてきたりだとか、あのー、すごい乱暴なことを言ったり、書いたり、言、まあ、えやしないかあの、書いたりとかねあの、嫌がらせをしたり。 しつこい嫌がらせをしたりなりすましをしたりっていうのがあのー、普通にまだ全然やってるんだよね。あのー、で「バズ」って炎上とか言うじゃないですかその炎上っていう言葉自体が X 独特ツイッター独特の現象になりつつあるなというのがやっぱね最近すごい思う。 思うんですよねでやっぱねあのいろんな人がやってるからそうなのかなって僕は思ってたんですよ。でだから拡散力についてはねやっぱツイッターの方が強いからツイッター X あの混ぜて言っちゃうけどさあの強いからまだその使い道使いようもきっとあるんだろう役割はきっとあるんだろうっていうふうに僕はまあ思っていたんですけどもやっぱね何回かこうバ,バズってみて思うんだけどもやっぱりその や言っちゃいけないことをいや書,いちゃあ書いちゃいけない人を傷つける脅すようなことっていうのをこんだけ平気で書く人がまだいるっていうのはそのいろんな人がやってるんじゃなくてそういう人しか残ってないんじゃないかなって思うんですよ。 しか、まあ、っていうとねあのちょっと言い,言い方間違ってるけどそういう人たちの拠り所としてのプラットフォームになってしまってるんじゃないのかなっていうふうにね思うんですよね。でやっぱそこから YouTube の方に、えー、トラフィックを持ってきたいんで、えー、一生懸命リンク貼ったりとかいろんな工作をしてはいるんですけども今一つ効果がないんだよね。 大体そのタイムパフォーマンス的なところもそうだとは思うんだけどさでもタイパタイパっていうけどタイパ追求していくとさ滞留時間2秒とかになってくるからそういうそういうのはねちょっとあの フックとしてはありかもしんないけど、あんまりそこに寄せても僕は意味がないと思っているんですよね。やっぱりちゃんと聞く気がある人を、あの、まあ、ここまで動画を例えば見てくれてる皆さんもそうなんだけどさ、あのそういうちゃんと聞いてくれる人をどこまで引きつけられるかっていう作り方をしていかないといけないから、タイパ重視、タイパ重視で、いくら数字がガラ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 のび回って伸びていってもあの、それはね、決して後に残らない一時的な、ああ、ね、あの、 まあ、フラッシュのようなもので終わってしまうだなっていうのはねよくわかるんですよね。でまあその点で実を言うとですねあの TikTok をですね最近 あのアカウントを作ってですね、えー、動画をちょ,いちょいちょい上げてたんですけども、本当、あの時間に余裕があるときだけやってたんですねで。それで同じですね、交通安全動画を上げてみたら、TikTok の方でも、えー、多少バズったんですよ。であの、反応があって、コメント欄とか、そういうのもあっちも書けるじゃないですか。あれを見てみると、非常に良心的で、ふつ普通な人の普通のコメントが多いんですね。ってことは、普通の人は TikTok なんですよ。で、普通じゃない人が Twitter に。 にかじりついてるんですよっていうような見た目っていうのはどうしても出来上がってる。だから普段 TikTok を使ってたりインスタしか使ってない人があの Twitter の世界に来るとお,おそらくはもうあのえ何これっていうふうになるんじゃないのかな。でその傾向が極めて最近強いです。はい。でそれはねもうほんとよく分かりますね。だからバ,バズるイコール炎上みたいなねあの本当炎上っていうのはつまり その否定的な否定的で攻撃的なあコメント意見が爆発的に増えるっていうことがそれが制御できない注目の浴び方になるっていうのが、まあ、炎上と呼ばれるものなんですけどもやっぱねそうなってしまうい安いというかほとんどの場合がそうなるっていうのがね、あのー、X の悪いところかな。 この間のあのー、ね、あのー、嫁短い少年に仮面ライダーがっていうところで、あそこでもそういう嫌がらせ、アンチ行為みたいなのが発生したっていうのも、おそらく X と独特のものなので、あの、でね、あのー、僕なんか収益化 X で押したけども、全然もかんないからね、あんなの、だって20ドルとかだよ、で、送金でね、2000円だか4000だかかかるからさ、総裁されちゃうよね。だからさ、あのー、最近これ、ね、何のためにやってるのかね、ちょっとわかんなくなったね。うん なので、えーまあ、と言いつつも、あのー、拡散ツールとしては、まあ、今後も使っていこうとは思うんだが、うんあのー、やっぱね、はたから見たその僕がやってることに対しての、えー、反応の仕方っていうのがプラットフォームが変わっただけでここまで違うのかっていうのは、ね、ちょっと驚きだった。はい、YouTube は、ね、最近、競争力をものすごく減じてます。はい の X の次におわこになるのは YouTube かもしれない。はい。あのな、なんでこんなこと言うかっていうとね、やっぱね、TikTok に押されすぎあの。TikTok は見るけども、YouTube で長い動画は見ないよね。 っていう人が、ねまあ、ほとんんどなななじゃないのかな特に若い人に関しては。で TikTok ってやっぱ大陸の中国の,あのアプリだし米国では禁止されてるぐらいだから僕もねあんまりこう本気でやっちゃいけないのかなって思ってたんですけれどもまあ,あのその傾向を見てなおかつコメントの傾向を見てあの一般的に普通な人たちが圧倒的な様を占めて。 ほんと裁判になっちゃいそうな攻撃的なことを言う人っていうのがほぼいなかったんだよね。で、そういうユーザーサイドでのモラリティ、モーラルやリテラシーの高さから言っても、やっぱね、TikTok の方が圧倒的だった。これは驚きでしたね。はい。 今、えーまあ、YouTube は残ってくんないとまあ困るんですけれども、あのまあ、両方とも並行して同じ動画を上げていくことになるとは思うんだが、あのやっていかないと、我々みたいな発信者っていうのは、多分僕ね、スタート TikTok、これ遅すぎるんですよあの。ちょっとそういう意味では、あかなり出遅れてるんだけどあの、ちゃんとやっていかないと生き残れないなと思いました。レックスの方は、多分やってもやんなくても同じです、これは。はい あとはインスタグラムね。でもインスタグラムって地域の美味しいお店とか見せ調べるためにこうあの検索かけるものだからあんまりバイクは関係ないかな。今リール動画ですごい伸びたりとかね、あのそういうのはあるんだけどインスタのリール動画で伸びたところで別に何も起きない。はい。別に何も起きない。で、承認欲求でやってるんだったらあのツイッターとかインスタグラムで、えー、バズると非常にこう承認欲求が満たされていいと思うんですけど僕の場合は承認欲求を満たしたいからやっているわけではなくてあの、 お店で、今、バイクを売るのが目的なんですよね。で、バイクを売ったりとか、YouTube 上にトラフィックを集めるためにやって、まあ、あ,れあ,っちあっちだ、あっちで広告収益あるから、あの仕事でやってるんですよ。か目立つののも仕事のうちででやってるわけですよねでだからその、その先に明確に、ねあの、事業目的としてあるものと、ただ、目立ちたいからやるところからあの、進歩できてないプラットフォームっていうのは、もう全然違うよね。 と特にあのツイッターの機能で一番そのなんつうのかな雰囲気を悪化させるものっていうのはあの引用引用とあとあのリプライ欄に何でも貼り付けられることで、うん、あ,あれがね多分問題なんじゃないのかなと思います引用要は引用で自分の意見を載せられる載せて 出すっていう出せるっていうこととそのものに対するコメント欄があの何でも添付したりとか URL 貼り付けたりとか全部自由になってるっていうところがまあそういうところを規制なく良識に任せている部分が一番良くないんじゃないのかなと思いますね。まああとはねアカウントの作りやすさっていうのもねまずいよねこれね。ステアカウント作り作れすぎだからねこれうね。はい あとは、あれだな、あの収益化がの全然プラスにならないっていうところもね、あの問題だし、プラスにするために、そういうあのアカウント、そなんだ、あの露出、リーチ稼ぎをし,してる人っているじゃないですか。でそそののののリーチ稼ぎの行為そのものも えー、非常にこう煙たい状況になってるしで自分はやってないけれどもやってることが全部そのリーチ稼ぎのためだっていうふうに思ってる人もいっぱいいるしそういう印象がついてしまうのもしょうがないんじゃないのかなというふうに思っちゃってますね思いますねはいなので、まあ、今回のそのね、あのー、動画はがバズったのはま狙ってやってますんでいろんな準備をしてやってきてますからあの特に起きる現象に対してはそんなにこう ショックを受けたりとかはなかったんですけども、図、まあ、らずもねあの、TikTok とかでも、インスタグラムのリールでもバズってくれたので、図らずもなんですけども、4プラットフォームのすべての客層を比較するっていうことができちゃったんですよ。はい まあ当然 YouTube、X、Instagram、TikTok っていうところで、すべてのプラットフォームの,あの反応を比較することができて、それはあの非常にこう面白かったです。まあ、当然僕が一番大事にしていきたいのは YouTube なんですけども。で、その後ね、あの暇な時を使って、なんとか、ね、あの X 等でもこう拡散して目立っていかなきゃいけないなっていうふうに思って時間割いてたんですけども、ちょっとそれが崩れましたね。はい。 でインスタグラムはやってもやんなくてもなんか反応が返,返ってきても来なくても何だか何のためやってるのかよくわからない <laughs> うちみたいな店はね飲食店とかレジャーランドみたいにあの地域でやっててねあのお客さん集めるのがあの必要なところはそうなんだけどもうちは結構 基本的にあるものを連絡いただいて売ってるだけなので、あのー、ね、道行く人を誘致する必要がないわけじゃないですか。だからね、あんまりインスタグラムは意味ねえなっていうので、もういきなりその大事にしなきゃいけないランキングの中にぶっちぎりで、YouTube の次に TikTok が入ってきたっていうのが、ちょっと自分の中では、それは驚きだった。はい。えー、というわけで、えー、皆さん、ちょっと興味深かったので、えー、お話をさせていただきましたです。はい。えー、ご視聴どうもありがとうございました。